新入生の皆さん、ご家族、ご親族の皆様、ご入学おめでとうございます。新入生の皆さんはもちろん、皆さんを育て支えてこられたご家族、ご親族の皆様も大変お喜びのことと存じます。ここで早稲田大学を代表して私からのお祝いの言葉を申し述べます。本来であれば入学式で皆さんの顔を見ながら直接お祝いを述べるべきだと思います。しかし今年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、大変残念ながら入学式を中止することにいたしました。入学式は皆さんがこれから早稲田大学で何を学びたいのかという希望と決意を固め、同時に今後の学生生活への計画を立てるとても良い機会になるはずでした。それを中止せざるを得なかったことを私をはじめ全ての教職員が大変残念に思っています。もちろん皆さんやご家族の方々の無念さは私たちの何倍にもなろうと推察しております。それだけに私たち教職員一同は入学式を中止しましたことを大変申し訳なく思っております。そこで私たちが入学式を中止した理由を述べさせていただきます。早稲田大学は海外からの学生が日本で最も多い大学です。現在8000名の留学生が学んでいます。今年入学する方だけでも約1500名が海外からの留学生です。また日本で育った方で入学式前に海外で過ごしている方も多いと思います。現在新型コロナウイルスの感染は日本を含め世界各国で依然として拡大しています。このような状況を考えますと、学部生と大学院生と合わせ1万人を超える新入生を迎える早稲田大学の大規模な入学式は、4月から新しい第一歩を踏み出す皆さんを感染の危険にさらすことになります。そのような行事は早稲田大学の担うべき使命を考えたとき開催できないと考えたのです。それでは早稲田大学が担っている使命とは何でしょうか。早稲田大学には3つの重要な使命があります。第1は皆さんに質の高い教育を提供することです。これは本学の最も基本となる使命です。第2は教育を支えるために必要な高いレベルの研究を維持することです。それは今日のような厳しい環境でも継続すべき使命なのです。第3は学生の皆さんが安全に安心して学べる環境を提供することです。これが最も重要な使命です。早稲田大学はこれらの3つの使命を確実に果たすことを最優先課題としております。こうした使命を果たすために私たち教職員一同は入学式を中止してでも皆さんを感染の危険からお守りした上で新学期の授業を開始できるよう準備を進める必要があると考えたのです。ご理解いただきたいと思います。私は2018年11月5日に早稲田大学の総長に就任いたしました。それ以来私が掲げてまいりました早稲田大学が今後目指すべき教育と研究の方向性について少しお話しさせていただきます。私は今後何年かかろうとも早稲田は世界で輝く世界トップクラスの大学になるという決意を今固めるべきであるという目標を掲げております。この主張の背景には世界の大学の変化と進化の歴史があります。一つ例を挙げましょう。1930年代のアメリカントップスクール
例えばハーバード大学やイェール大学などはヨーロッパの一流大学であったオックスフォード大学やパリ大学などに大きく遅れをとっていました。しかしアメリカのトップスクールはその時に世界の一流大学を目指すという決意を固めたそうです。その結果1970年代初頭には実際に世界のトップになりました。あのハーバードでさえも決意を固めてから40年もの歳月をかけ世界のトップになる努力を重ねたのです。早稲田が単に日本の一流大学であるという地位に甘んじていれば永遠に世界に一流と認められることはないと思います。今早稲田大学の教職員がやるべきことは何年かかってでも世界のトップクラスになり世界で輝くという覚悟を固めることなのです。私そして私たちはその決意を固めていきます。同時に皆さん早稲田大学の学生もまた自分の所属する大学はいずれ世界で輝き一流の大学になると考えていただきたいのです。皆さんは早稲田で学び世界に貢献していずれは早稲田大学を世界で輝かせる役割を果たすことになるからです。ただし世界で貢献するとは必ずしも海外で仕事をすることだけではありませんし国際連合など国際組織で活躍することだけでもありません。日本国内や海外を問わずどのような町や村でもまたどのような規模の企業や団体組織で活動するとしても皆さんがグローバルの視野に立って人類社会に何らかの形で貢献しようと考えるならばそのことが皆さんをおのずと輝かせさらに早稲田を世界で輝く大学へと導いてくれるのです。私たち教職員は皆さんがそうなれるような教育研究環境を提供する責任があると思っております。そのため早稲田大学では教育の柱にたくましい知性を育みしなやかな感性を養うという2つの指針を据えております。たくましい知性とは一言で言えば正解のない問題に挑戦していく知性です。今日世界でも日本でも人類が直面している問題の多くには正解がありません。例えば現在世界中を混乱に陥れている新型コロナウイルスあるいは地球温暖化による集中豪雨や洪水世界中で起こっている民族紛争などこれらをどのように解決すべきか多くの問題には正解がありません。したがって今日ではこうした正解のない問題に対しても自分なりの解決策を考え出す姿勢が必要になっています。早稲田大学は皆さんに人類の未解決な問題に対しても自分の頭で考え抜き自分なりの解決策を打ち出す力を養ってもらいたいのです。私はこの力をたくましい知性と呼びそれを育む教育と研究を目指しています。もう一つ大切なことはしなやかな感性を養うことです。今日では日本のどんな地域に住んでもどんな仕事についてもグローバル化の波に対応できるような多様な視点を持つことが不可欠です。日本に住んでも海外に住んでも異なる国籍、民族、言語、宗教、文化、性別、性的指向性、価値観を持つ人々の考え方を理解した上で人類社会が直面している問題の解決策を考えなければ視野が狭くなります。視野を広げるためには異なる文化や価値観を持つ人々に接してしなやかな感性を養う必要があります。多くの留学生が学ぶ早稲田大学は皆さんにしなやかな感性を養う環境を提供しています。しかしそのために最も効果的なことは一度は自分の生まれ育った国の外に住み異なる言語、文化、価値観を持つ人々と接することです。
種々の留学制度を持つ早稲田大学は、そうした環境を日本で最も整えている大学なのです。早稲田大学では教職員一同、たくましい知性を鍛え、しなやかな感性を育むことができるように最大限努力をして、教育環境を整えてまいりました。皆さんは早稲田の国際化されたかつ効果的な教育環境で思い切って学んでください。そして卒業までには、これだけは自分が打ち込んだと思えるものを何か一つでも良いので掴んでください。皆さんの早稲田での学生生活が実りあるものになることをお祈りしています。新入生の皆さん、ご入学本当におめでとうございます。